荒野は松本清張の長編推理小説、オール読み物に連載、1962年1月に文藝春秋新社から刊行された。後に電子書籍版も発売されている。もはや戦後ではないと言われた時代に、第二次世界大戦の亡霊とも言うべき一人の男を登場させ、それに伴う波紋と揺れ動く家族の心情を描くロマンティックミステリー。1975年に松竹で映画化、また8度テレビドラマ化されている。昭和36年のこと、奈良の唐招提寺を訪ねた芦村節子は、その芳名帳に大戦中に外交官であった亡き叔父、野上健一郎に相似した筆跡を発見する。名前は違っていたが、懐かしさを覚えた節子は、夫の良一や野上未亡人、公子に、この件を話す。彼らは、野上健一郎の死亡は確認されているとして、取り合わなかったが、公子の娘、久美子のボーイフレンドである、添田正一は、野上健一郎の死亡前後の事情を調べてみようと、試みる。しかし、当時の関係者は一様に冷淡な反応を示し、村岡町はウィンストン・チャーチルに聞けとの謎めいた言葉で添田を煙に巻く。ところが、間もなく当時の公使館関係者の一人が世田谷で絞殺死体となり発見された。さらに、野上久美子の行く場所で拳銃狙撃などの怪事件が相次ぐ。久美子も添田も一連の事件に見えない意図が、張り巡らされているのを感じていた。やがて終戦間際の公使館に橋を発する悲劇が徐々にその顔を表していく。小説冒頭の舞台となる唐招提寺原作における設定を記述。野上久美子野上健一郎の娘。古風なしつけで育てられてきた。父の関係もあり、役所に勤めている。23歳。添田正一 R 新聞政治部の記者。事件に関与する中で、久美子の将来のパートナーとして親族にも認められてゆく。野上貴子久美子の母。夫を失ったが、現在まで再婚せずに通している。芦村節子久美子の従子。叔父、健一郎の影響で古い寺に興味を持っている。芦村良一節子の夫。東京の T 大学助教授。滝義清大戦中に特派員として、ヨーロッパに駐在していた。現在は世界文化交流連盟の常任理事。村尾義夫大戦中にスイス公使館外交官補の地位にあり、現在は外務省大和局の課長。筒井源三郎品川近くにある筒井屋旅館の主人。伊藤忠助大戦中にスイス公使館付武官陸軍中佐の地位にあり、現在は大和郡山市で雑貨商を営む。笹島京三洋画家。滝義清を通じて、久美子にデッサンのモデルとなるよう依頼する。鈴木警部補東京で発生した事件に疑問を抱き、京都、南禅寺に謎の呼び出しを受けた久美子に同行しようとする。バンネード夫人を伴って、フランスから来日した白髪の外国人。久美子の目には東洋風の顔つきと映る。野上健一郎第二次大戦中、スイス公使館の一等書記官を務めるが、終戦前に過労で死亡したと伝えられる。1975年6月7日公開。制作、配給は松竹。前年公開の砂の器に続き、ヒロイン役に島田陽子を起用している。現在は DVD 化されている。キャッチフレーズは、地球は荒野でしかないのか？他本映画の脚本の脱稿は1975年4月30日、ベトナム戦争終了の日であった。脚本、監督の長江久志は、サイゴン脱出を図ろうとするアメリカ人兵士の姿に、かつて満州で終戦を迎え、ソ連国境地帯から逃れてきた難民の姿を重ねていたと回顧している。撮影は、翌日の5月1日にクランクイン、25日に、クランクアップと短期間の制作となった。1962年8月16日と8月17日、NHK の松本清張シリーズ、黒の組曲の一作として2回にわたり放送。キャストスタッフ1963年4月22日から1963年5月27日まで TBS 系列にて全6回の連続ドラマとして放映。キャストスタッフ1969年3月5日から1969年4月2日まで NHK の水曜劇場枠にて全5回の連続ドラマとして放映。なお、水曜劇場としては最終放送。キャストスタッフ1978年3月11日から1978年4月8日までフジテレビ系列のゴールデンドラマシリーズ枠にて全5回の連続ドラマとして放映。2015年2月19日から2月26日まで BS フジの名作ドラマ劇場にて放送している。キャストスタッフ主題歌1981年9月29日21時2分 -22、54、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場第一作として放映。同枠の初回に、三船敏郎と島田陽子の共演で、松本清張原作ドラマを希望する日本テレビからの打診に始まり、検討の結果、本作が選択された。制作には三船プロダクションが参加、また島田陽子は映画版に続く野上久美子役での出演となった。視聴率 17.1%。キャストスタッフ、松本清張作家活動40年記念、休憩の荒野。1992年2月7日21時2分 -22、52、フジテレビ系列の金曜ドラマシアター枠にて放映。視聴率 17.2%。キャストスタッフ、2夜連続、松本清張スペシャル休憩の荒野。2010年11月26日27日、フジテレビ系列で2夜連続で放送された。視聴率は、前編、13.0%、後編 10.9%、第65回文化庁芸術祭参加作品。放送開始する3ヶ月前に解散した映画制作会社映像京都の最後の作品である。時代設定は1964年の東京オリンピック開催直前。オープニングに J.S. バッハのピアノ協奏曲第1番第3楽章を劇中音楽として同じく、バッハのパルティータ第2番、ゴルトベルク変奏曲などを使用している。キャスト、編集スタッフ、編集、松本清張休憩の荒野。2014年3月9日21時 -22、54、BS 日テレオリジナルドラマとして放映。キャストスタッフ、ありがとうございます。